パンダの穴です。また雰囲気の違う新しいのが出てました。よっと、リーフレット。こちら、縁起物。あ、これですね。マル秘縁起物。この丸疲れたマークの縁起物。金属数百年、有給はまだない。前後1回200円です。あ、デカデカと。これ可愛いんですよね。これ狙ってます。あ、というかこれ専用リーフレットですね。あ、これが出たんだ。嬉しい。で、この語りも専用ですね。この招き猫の語りになっております。長い、まあ、簡単に言うとずっと飾られてきて疲れている縁起物のフィギュアです。で、この猫の場合、江戸時代から金を招き続けているがと、そりゃ疲れますわね。この顔です。これ写真がデカデカとあるから、もうこれだけでよくわかるものはこちらです。かわいい。これ1億万回招いた猫。1億万回ね。ずっとお客を招き続けて疲れているこの表情です。この顔いいですね。トローンとした目と、これ口ですかね。めちゃくちゃ歪んでます。これはいいな。また前回の亀と比べてすごいシンプルでキャラクターチックな作りになっております。結構塗装とか造形も意外と細かくていい感じです。この鈴と前掛けで、この金色がすごくいいですね。あとこれおそらくですけども、この千万両小判の位置が違うんですよね、通常の招き猫とは。まあ、ちょっと通常の招き猫ではないですけども、招いてる手と逆の手で小判を押さえてるんですよ。だけどこいつは小判に腕を乗せて肘掛けにしちゃってる。と予想する前にちゃんと読めということですね。書いてありました。小判を大事そうに抱えているが、実はこれ疲れた時にもたれかかるのに便利なのだとか、ということで、まあ疲れた時にはこっそり肘を置いて休んでいるそうです。面白い。これは好きだな。お次、よっと、今度はこちら、わかりやすい5番のだるいだるま。あ、さっきのは1じゃなくて億万回なのかな。だるまです。もうなんかフィギュア見る前にも分かっちゃいますね、この面白さが。語りはこんな感じです。まあよく考えられてますね。固めのせいか長年眼精疲労に悩んでおり、マジだるいが口癖。というわけでこちらです。だるいだるま。あー、いいですねこれ。なんかこの表面の微妙に緩いボコボコした感じ、これもすごくいいです。そしてこの顔、この唇何なんですかね。若干おねえっぽいというか。で、みんなこの目なのかな、このだるい目。でも片目だけなんですね。で、こいつはこんな感じ。あー、いいですね。まっすぐは立たないかな。あ、まっすぐも立ちますね。あ、これもう壁際とかに寄せてもいいんだ。ではもう一個白、よっと。あら、もう一個だるま。あ、この揺れる感じもまたいいです。あとこれ一個は立たせておいて、もう一個寝かせておけばかぶった感ない。これはいい。ではお次、赤。全5種だからどっちの色に3種類入ってるかですよね。よっと。あ、やばい、雲行きが怪しい。よっと。お、はい、最後は断れない赤べこでした。どういうことだろう。そうか、首を縦に振ってしまうから大量のお願いを抱え込んでしまいがちの断れない赤べこだそうです。この構造がすごい面白い。首ビヨーンと伸ばして完全に下向いてます。もうぺったり潰れてます。こんな感じ、ぺったり。そうか、赤べこは和紙でできてるから涙で濡れないように地べたに直接涙をこぼすらしいです。すごい切ない話。この目がいいですね。やっぱみんなこの目なんだ。かわいい。さすがに首は触れないようです。でもとっても造形綺麗によくできております。この表面のマットな質感がまたいいですね。というわけでこちらの3種類出てきました。あとはこちら、逆にラインナップ表はちっちゃいんですけど、タヌキと狛犬。この狛犬がめちゃくちゃ可愛いんですよ。ちっちゃくてもこの可愛さがよくわかります。これは欲しいな。まあでも一番狙いの招き猫が来てくれたのと、今回だるまがすごい良かった。これめちゃくちゃ可愛い。このだるまに関してはもう一個ぐらいあってもいいかもしれない。別の角度とかで転がせておきたい。いや、これは好きだな。なんかドンピシャで好みです。この日本の縁起物っていうところと、この表情、この顔、この目がすごく好みです。可愛い。ぜひグッとくる方は回してみてください。